ここは呆れ返るほど平和な国、プププランド。でも近頃奇妙な噂が聞こえてきます。何でも魔法の靴下をぶら下げたマント姿の男に声をかけられると、あっという間に毛糸にされてしまうのだとか。そんなある日の昼下がり、カービィは散歩の途中で美味しそうなトマトを見つけました。やったね、いただきますと吸い込もうとしたその時、トマトと一緒にマントの男が飛び出してきました。こら、これは大事なメタモルトマトで、アミーボ、食べたら許さんでよ、もう俺。でもトマトは腹ペコカービィの口の中へ。すると突然マントの男が持っている靴下が輝き始め、カービィは靴下の中に吸い込まれてしまいました。Thank you.
Thank you.